T-LOCKS、はいえー、今回はですねあのステージであの演奏する時にねあのモニターについてうんちょっとお話ししてみようかと思います、まあ。モニターシステムのお話はあの基本的なやつは、えー、と違う回で話してるんで今回の実践的な、ね、ものについてあのやり方について話していこうかと思います。でえーとまあ 結局ね一言で言っちゃうとあのー、もうボーカル以外モニターから返さなくてもいいんじゃねっていうのが、えー、正直結論でございます。っていうのも、あのー、他の楽器はあのどうしてもあのー、もうベースアンプやギターアンプや生のドラムねから音が出てるわけだからそれが、あのー、お互い 50m も離れてるんだったら話は別だけどまあせいぜい 5m も離れてないんで。 あの聞こえないってことはなかなかあのないわけなんでね。ってなってくるとあの結局のところ中であのバランスをとってギターアンプこのぐらいの音量にするのねっつったらじゃあベースはこのぐらいにしようとかドラムがこのぐらいの生音で鳴ってるわけだからドラムはもうボリュームつもがないからドラムを下げるってことはなかなか難しいじゃないですか上げたり下げるってことはできないんだけれども。 あのギターアンプやベースアンプなんていうのはアンプのボリュームつまみっていうのがあるわけだからそれをいじればいくらでもえね音の大小大きくでちっちゃくとかできるわけだし音質もある程度変えられるわけだからそこでバランスをとるのがとって演奏はえインストルメンタルの部分に関してはそこでバランスをとってあとはボーカルをそこにうまくのせるっていう考え方が一番いいんだけれどもあのまあただ そうは言ってももななかなかあのいつも、ね、練習してるスタジオとライブハウスってちょっとね勝手が違うと思うのでそういう時に、えー、とちょっと考えなきゃいけないと思うんだけれどもおそらくね一番あの考えられるのは、えーとですね、ライブハウスのステージっていうのは大体あのどのあれもそうなんだけどステージはアンプがね前向いてるでしょお客さんの方だいたいね。 当然お客さんの方向いていてる場合が多いよねでもスタジオって結構こうなんかギターアンプがこっち向いてるとかベースアンプがもうあの何違う方向いてるとかねお客さんの方じゃなくてあのお互い中央向いちゃってるとかそういう場合もあるじゃないですかそうなってくるとなんとなく全員の音は聞こえるよとか。 ってな,るなりがちなんだけどドライバースの場合はステージの場合は若干ね例えば、ね、ギターのギターのマーシャルが例えばここにあるとしてあの真正面上手にあたるとして真正面向いてるでしょそうするとドラあのベース側の方にやっぱり聞こえづらかったりするわけ何でかっていうと間にドラムがいるからこのドラムの音に遮られてこのマーシャルアンプの音がこのベース側に若干聞こえづらいっていうのは確かにある。でこういうい時に えとそれだ,だとしてもまあ全く聞こえないってことはないわけなんであのこれでも演奏できればそれでいいやとするかもっと聴きたいとするかっていうのはその考え方次第になるのでどっちが正解っていうわけでも多分ないと思いますね。っというのは、えー、とギターが、えー、と例えば。 決まった演奏をするっていう場合だったらもしギターの音が聞こえなかったとしてもベースの人は演奏できるかもしれないけどもギターが何かをする、えー、きっかけでベースも変わるとかまあとうんそうだねとりあえず何か非常にギターをもあの頼りにして演奏しなきゃいけないような場合はこっちから一生懸命返してた方がいいと思うしギターの音が全員に聞こえるようにした方がいいと思うしそうでないんだったら。 まあギターの歌はうっすら聞こえてるからこんなもんで演奏できて自分の音もよく聞こえるからいいやっていう考え方もあるからここはもう考え方の違いなので別にいつもより聞こえづらいなと思ってもそれで演奏できればそれ以上何もする必要はないです。でえー、っとボーカルに関しても同じであのリードボーカルやっぱり自分の声たくさん聞きたいと思うのでここからたくさん返してくれっていうのはありだと思うしボーカルっていうのはボーカルアンプがないわけだからね。 あの当然もっと返してくれとかあのもうちょっといらないとか逆にこれねあの返しすぎというかその人によってはだけどすごくたくさん返ってくるとほんのちょっとの音程のずれとかほんのちょっとのこのブレスとか息遣いまでもう聞こえてきちゃうと逆に思いっきり歌いづらいっていう人も中にはいるからそういう場合はそんなにあの返さなくてもいいんだけれどもその辺はあの そのボーカル次第ですよ、ねうん、でえー、とギター側も全く考え方はさっきのベースのあれと同じで、えー、と反対側にもベースアンプがお客さんの方向いちゃってるのでこっち向いてないんでどうしても若干あのベースのロー感っていうのは多分いつもスタジオでやってるよりは感じづらい可能性が高いのでそういう時に何か演奏しづらいなと思ったら ここからこのモニターからあのベースの音を返してくださいって言えばいいんだけれどもこの時一つえ注意というかえどっちを取るかになるんだけれども当然モニターっていうのはこのここに一応スピーカー2つあるけども t l o x の場合はここからベースの音が返ってくるっていうことは相対的にボーカルの音とかあとそれから自分がコーラスをするね 自分がもしコーラスをするとその音もここから返ってきてるわけだからそこプラスベースの音が一緒に返ってきてるわけだから若干自分の声とかボーカルの声とかも少し混ざって、えー、マスキングされますよと、ね、それはもうわかると思うんですけどもそこも加味して考えて、まあ、だったら別にベース返さなくてもいいやってするか やっっぱりベースが欲しいですっていうかねそれがち,ょちゃんと考えてやればいいと思います。であの、まあ、一番初めに結論言っちゃったんですけどもこの,あのせいぜい 5m 四方奥も 4m ぐらいかなぐらいのとこにまあ、ドラムやアンプが集まっている場合だとおそらくモニターからギターやベースの音をそんなに返す必要は多分ねあんまり えー、ないかな自分の経験上うんそんなに返さない方がいいと思う。であのだけどえっとねだからといって本当にあに静かにやれって言ってるわけじゃなくてやっぱりある程度音楽自分が気持ちよくなる音量って絶対あるわけだからそれはもう自分の気持ちよくなる音量まで上げていいんだよ。上げていいんだけれども であなんかでかい音で気持ちいいぜっていうのはもう絶対正解だからそれでいいわけ。ただあの一番のこの基準というかあれは何弾いてんだか分かんないぐらい音がでかいぜってなっちゃうとそれはもう本末転倒というかもうアンプの音を上げすぎて何弾いてんだか分かんない例えばギターがあの音量を上げすぎて他の音が全然何弾いてるか聞こえねえぜとか。 だからここから返しててててくくくれってなっっっななるるととちょっと本末先頭になってくるねそうなってくるとえー、っとキリがなくなってくるんであのー、気持ちいい音量までガーンとボリューム上げるのはいいんだけれども何弾いてるかわかんないってなっちゃうと多分やりすぎそれから、えー、っとですね正直言ってドラムがよっぽど響きでない場合普通のドラマーの場合ドラムを返さないと聞こえないです っていいうぐらいだと多分おからそこまでえー、っとこあのここに立ってるとするじゃんギタリストが。でドラムまでってもう本当に2メートルも離れてないんでここでドラムの音が聞こえませんここから返してくださいってなってくるとうんまあいいけどね返すけどちょっとどうかなだったらギターの音量を少し絞った方がちょうどいいんじゃねえのっていう感じはしますね。ここで えー、ちょうどいいぐらいにあのやれば。いいんじゃないかなって思いますね。あのドラムのね。さっき言ったけど、ドラムのボリュームはいじれないから、あとはもう自分のね。アンプの、えー、ボリューム調整で気持ちよく、ここで気持ちいいぐらいにやればいいんじゃないかなと思いますね。でね、あの本当にやってて不思議なのは本当にね。ちっちゃい人はすげえちっちゃいのよ。すごい。それでよく演奏できるね。っていうぐらいちっちゃく。 してもちゃんと演奏できる人はできるわけ。だからすごくあのー、アンプのボリュームを大きくしちゃってドラムの音を常に返してくれって言ってる人に言いたいんだけど、あなたより十分の一ぐらいちっちゃい音量で演奏をきちんとできる人もいっぱいいますよっていうのはあのー、い言いたいですね。うん一つね。あとねえっとねベーシストなんですけれどもえっとベースはですねえっと。 まあ大体ねベースは、ねでまあ、自分もいないベース弾くんであれなんだけども、まあ、あの多分一生音質 <laughs> には考えていかなきゃあのいけないことなんだけれども音質によって音ね音の,あの音色ねによって感じによって非常に、えー、自分であれそんなボリューム上げてないのにとってもよく聞こえ,聞こえてくるなとかなんかこうドーンってベースがきけ来てるのは分かるんだけど。 ちょっっと自分が何いいててかかななうにるのはねやっぱりもう自分のせいです正直言ってこれは自分にもいるんだけど自分の音作りが下手くそなんでボリュームを上げても上げてもちょっと何弾いていくか分かんないっていうあのちょっと何言っていくか分かんないっていう何では分かんねえんだよっていうね感じになっちゃうんですけどもあのここを笑うとこなんだけどねあの自分で説明しちゃいましたけどちょっと何言っていか分かんないになっちゃうんであのそれはやっぱり自分の音色 が下手だなっていいうのは大きいですギターはねどっちかっていうとあの周波数がこう、ね、上高い方にあるから聞き取りやすいんでまあ、まあ、まあまあ下手くそな人もいる,いるけど音色作る人が下手くそな人もいるけどそんなに埋もれたりね聞,聞き取れないってなり,なりづらいんだけれどもベースって本当に非常にもこもこした音にしちゃうとか逆にハイイイしかパキパキ しすぎちゃうとか、いろんなあの要素で。音量は出てるんだけど。あんまり何弾いてるかわかんないなっていうふうに。なりがちな楽器なんですよ、ベースってね。そこは非常にあの気をつけて。音量は十分なんだけど、何弾いてるかわかんないっていう場合は。一生懸命あの自分の音色を考えて。音作りに励んだ方がいいと思います。 何いいてるか分かんないからな音量を上,上げると今度どんどん他の音マスキングするんでここからドラムの音を返してくれとかギターの音を返してくれとか注文になってくるここまで来ると自分の音作りを疑ってください多分もっと改善の余地はあると思いますい,い音だと本当にそんなに音量を上げなくてもちゃんと聞こえるっていうねまあ自分も含めて耳が痛いと思うんですけどそういう人いっぱいいると思うんですけれども。 あのそれも一生懸命考えてください。闇雲にここから返しちゃ何でもいいやっていうふうな考えはしない方がいいと思いますね。ライブアウスなんであの100人200人ぐらいだとここのアンプのから出てる音も結構お客さんに影響し,してるんで半分ぐらいは影響してるんですよやっぱり。なのであのいい音を作って。 でバランスよこの中でバランスよ,よいバンドって本当にこの相当ともバランスいいんですよお客さんに聞いてる時もバランスよくてなんかすっごいいい音だねって言ってくれるか時がすごく多いんですよ。この中でバランスが取れてなくてギターだけでかいとかギターだけちっちゃいとかベースだけ大きいとか低音だけ出てるとか広域だけ出てるとかなんかこの中ですごくバランス悪いなとか誰,だ誰かだけでかいちっちゃいなんてやってるとやっぱりここもちょっとねつらい。 お客さん側ね、これ、ごめん、ミキサー書いちゃったけど、あのお客さん側もちょっと辛いよ、辛い感じにはどうしてもなっちゃいます。この中を完全にシャットアウトはできないんでね。っていうことも考えて持ってください。あとですね、えっと、もう一個え言いたいのはですね、言いたいというか、あの、教えたかったのが、ここね、えーっと T-LOX の場合、ここにキーボードアンプつんのがありますね。一応キーボードアンプ。キーボードの人、キーボードの人なんですけれども、 キーボードアンプが一応あるので、えー、とうちの場合で t ロ l o スの場合、あのー、キーボードアンプ置いてないライブハウスも多いんでそうなってくるとどうなってくるかっていうとキーボードは、えー、と例えばここにキーボードがいたとしたらこの下手のモニターから、あのー、返しますねっていうことになりますでこの時の注意点なんですけどもキーボードの方に、えー、なんですけども、えー、と t ロ l o スはあのー 何度も言いますけどキーボードアンプがあるのでもしライブ中に演奏中に実際の本番中にあのキーボードのとがこうリハではリハと同じにしたんだけどあれなんかちょっと聞こえづらくなったなっていうのねあ,のあるかもしれないんですよ。っていうのもね、えー、と本番になるとみんな力入っちゃってドラムも結構力入っちゃって興奮しちゃうんですごく強く叩いちゃう可能性もあるのね。まあ、どっちかっていうと大きくなりがち気持ちよくなるしねほ、まあ、他の人もね。 でキーボードはさっきと同じメモリにしてんのにあれなんか聞こえづらくなったわみたいになる可能性もあるのそういう場合はあのもう当然キーボードアンプがあるわけだから T−LOX の場合はねキーボードアンプのボリュームを上げれば後ろ向いてキュッて上げちゃえば問題ないんで普通のギターアンプやあのベースアンプと同じですなんでこの場合は問題ないから OK キーボードアンプがあるライブハウスだったらあのそんなに慌てる必要ないんだけどあの困るのがやっぱりキーボードアンプがないライブハウスで あのモニターかからしかっててませんよっていう場合ですねこの場合だと本当にあのもうお手上げじゃないですかね自分で何もできないわけで特にねあの PA さんから「リハと同じあの音量にしてくれと、ね」と言われてるはずなんですよねで本番もね「あんまり触らないでくれと」とここをね大体そう言われちゃうわけだから もう聞こえなないいかららってて音量上げられないわけねね怖くてねだけどもうそう本番だったらそんなこと言ってられないので、まあ、まさか10倍も20倍も音量差があるわけはないのであのちょっと聞こえづらいなぐらいだと思うのねだから僕がキーボードの人に、えー、と言いたいのはですねあの手元のキーボードのボリュームを全開に絶対しないでください全開にして、えー、リハで望まない方がいいですね。これは なぜかというと危険回避の意味でまあ6割ぐらいのボリュームにしといてあとは外とか中音なんかはあの調整してもらってください PA さんの人に6割ぐらいでこれでよろしくお願いしますとでやってくださいそうすると例えば本番で聞こえなかったとしてもあと残り4割ボリュームスライダーがあるじゃないですかだからこの後の4割でちょこちょこ変えちゃえばいいわけですで。そうすればこ,こから返ってくる えっと、モニターの音はが自然に大きくなるわけですから単純にあのキーボードのボリュームが上がればねだからそうなってくると PA さんもえっとあれキーボード上がったなって思うかもしれないけどそれはもうタクの方であのバランス悪かったらちょっと下げることができるからそこはあの大丈夫なんであの最後までキーボードの音が自分で聞こえないで演奏し,し,しちゃうとすごくあのもったいないしあの。 悔いが残るのでそこはもうあれですね5割とか6割のボ,ボリュームにしといてもし万が一本番で聞こえなくてやべえと思ったらもう上げちゃってくださいそれで対処した方がいいですねそうすれば気持ちよくなるしあと外音もうピエさんに任せたっていうことでやってください多分別に怒られないです大丈夫ですそんな10倍も20倍も大きくなると怒られちゃうんだけどそんなことないと思うんでねえっ、ー、とそれですねあとモニターの あのそう楽器をねあ,のあんまりモニターから返さない方がいいよって言ったあのもう一つの意味は、えー、その方がボーカルがとにかくよく聞こえるよっていうのはまず一番あるんだけどもう一つの意味はじゃあ、えーとえー、ベース側にギターマーシャルランプの、まあ、ジャズ語でもいいんだけどギターの音じゃあこんだけ返してくれって言ってたとしましょう。ねうん、で、えー 本番中じゃないやそれでリハやったとしましまょうで何が怖いかっていうとここ,ああそうだなここを頼りにしていると何が怖いかっていうとおそ、まあ、らく大丈夫なんだけど本番中ギタリストがギターのボリュームを上げた場合あるいは下げた場合、ね、その場合にこのマイクがギターの音を拾ってるこのミキサーに行って。 であの A X からこっっちへモニターへ行ってますでここの時にここのボリュームをいじると大きくなったり小さくなったりするわけでそれがこの、ま、そのまんまここに出ます。なので急にやっぱりあのギタリストが本番中何か音が聞こえなくなったとなってあるいは何かの操作ミスとかね エフェクトミスとか何かの間違いで急に音がでかくなったとかちっちゃくなったりした場合ここにもそのまんま大きくなっって小さくななたりしますなのでよっぽどの信頼関係がない, <laughs> ないければあんまりこの「ここからあれを返してくれこれを返してくれ」とか言わない方が賢明かもしれません意外とねギタリストってねあの何か踏み間違えて急に音がでかくなったりだとか急にあのディストーションがかかるとか。 急ににクリーンな音にな音っちゃうとかって、ね、<laughs> ま,あまあやりがちなんでそれこ,こから急にそれが出てくるんでびっくりするんであのそういう意味でもその辺を非常にその信頼関係があるなら大丈夫ですそういうふうにあの、ね、返してくれっていうのは全然平気なんだけれどもそういうリスクもあるよっていうことを考えるとリスクを考えるとあのいろんなものあんまりあれだこれだっていう風に返さない方がいいんじゃないのっていう。 ですよその、ね、すごい広いね武道館とかね,ね東京ドームとかっていうそういうのとはまた話が違うんで、あのー、このぐらいだったらそんなに多分モニターに頼るのはボーカルだけでいいんじゃないのかなって僕は思います。えー、とあとね、あのー、僕が、えー、よくやるやり方なんですけども。 えー、自分が歌う時ね歌う時なんだけれども、まあ、センターでベースボーカルやる時なんですけども、えーとですね、みんなねあのうちのバンドはうちのバンドはというかその、まあ、いろんなバンドあるんだけどもそのコーラスをたくさんやるバンドなのねでコーラスをたくさんやるバンドなんだけれども、えー、と僕の場合ですよもう僕の場合僕の場合は、えー、正直言って、えー、自分のモニターからは、えー、自分のボ 声以外は必要ないです。もうあのギターのコーラスとかね。あのだ他の人のコーラスさもうま一切必要ないです。もうてめえの声だけでいいです。自分の声さえあれば大丈夫だからね。あのー、コーラスとかすごく上手い人とか。その何コーラスグループとかね。あのー？っていうのは多分誰かのコーラスを聞きながら、自分の声もブレンドして一緒に。 えーと呼吸を合わせててこうううやるるみたいいなっっそういうのきっとあるでしょだから他の人の声もきっと欲しいっていう場合が多いと思うんですけども、えー、私の場合はそんな余裕は全くございませんのでもうてめえの声だけでいいということでですねあの自分の声だけ返ってれば何の文句はないです。あとはドラムや何とかもう生の音が聞こえるから大丈夫です。ベースもあの大丈夫ですで。ここのコーラスマイク ね、コーラスマイクの音はここにもちゃんと返ってきてるんですけどここも全部カットしちゃいますカットしちゃえば自分の声だけで、えー、歌えるからカットしちゃいますまあここのモニターからねあのギターのコーラスがこう聞こえてますからこっちも聞こえてますからそれはうっすら聞こえてくるけどもこっからはあの他の人の声は一切返ってこない設定にしております。そ、はい、その方方が歌いいいいやすうううだけなんでそういう考え方も あります。はい、そんなわけでした。はい、じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。